も桜が綺麗でございます。そしてこちら清洲城でございます。初めて来ました。清洲城でございます。一瞬でした。ちょっと清洲城あんまりちゃんとね撮れませんでしたね、すいません。せっかくね清洲城の横通ったのに。いやでもあそこの道はちょっと初めて通ったんですけど、なかなか風情がありましたね。赤い橋、桜、清洲城みたいな、ね、まあお城のことは僕はね全く詳しくないんですけど、この後は、犬山に向かっておりますので、犬山城もねちょっとカメラに収めたいですね。犬山城はね行ったことあるんですけど、すごいです、すごい。まあ、愛知県のお城だったらもう一番ですね、一番好きです犬山城。何がいいってね、景色がいいんですね。犬山城もすごいですよ、犬山城もすごい、すごいけど景色が好き。よし、犬山城へ行こう。行けたらポン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 。さあ犬山城見えるか、見えるのか。ちょっと道が難しい。これはどっちだ、左か。あ、見えました、見えました。あ、すごい。さあ次の現場行きましょう。今日はね、たまたまですけれども、お城を2カ所も回れました。午前中は清洲城、そして午後は犬山城。いいですね、こういう仕事、配送のね、こういう仕事してますと、いろんなところに行けるという。さあ、今日はね、今日は4月1日、木曜日ということで、いやー、もう4月でございます。さあ4月1日からも変わらず私大丈夫だよ、大丈夫だよ言い続けます。髪の毛引き続き大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫なんだよ。だって大丈夫なんだもん。これはやっぱり言い続けなければいけない。大丈夫だよっていうのはね、絶対もう休まず分かってもらいたい。あなたは大丈夫だということ、まあ、毎日言わなければこれは効果が出ないということでね、まあ、毎日動画撮ってます。どうしても仕事をしてるので仕事中にね動画を撮る形になることが多いです。とにかく毎日毎日大丈夫だよ言い続けます。
大丈夫ですからね。ぜひね、毎日大丈夫だよというこの言葉を聞いて聞いて聞きまくって、大丈夫だよになってください。そして愛知県に遊びに来てください。とてもいいところだ。ご飯も美味しい、うん、ということですね。さあもうね、木曜日終わりましたから、明日金曜日、土曜日休みという方は本当にね、明日一日頑張っていきましょう。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた明日、おやすみなさい。平山茂でした。